えー、こんにちはお疲れ様でございますえっと、ね、いただいたメール拝見したんですけどもあの FX のねあの30万円で年間30万円を儲けるってやつ、うんうん、これなかなかいいコンセプトだと思いますけどもそうですねあの通常でしたらもう販売してもいいかなと思うんですけどももうちょっと時間くださいねウクライナ情勢のこととあとはねうん まあロシアとの関係まだかなり流動的なんであと1週間は販売には適さないと思いますまあただねこの1週間いかに私たちの経済とか収入っていうのが不安定なのかってことを本当に痛感しますよねその中で FX はもうどんなね通貨危機が起ころうとどんな国際情勢があろうとも FX から取り出すお金っていうのは調整できるんですよね小さくも大きくも。 だからすごいチャンスが危機の時こそうん、なんか際立つなと思いましたね今回も結局私の相場解説はテクニカルなんでファンダメンタルがね動きすぎると役に立たないんですよだから2週間休むという宣言をして相場を見るだけにしましたその間もずっと放送は続けてきたんですけどもファンダメンタルもたくさん集まるとテクニカルになってくるんですよねでですんで今回 ファンダメンタルズが十分集まってきたところでトレンドを確認してでレンジを作ってで、エントリーポイントを3か所設けてそのエントリーポイントの通りにエントリーしたところを1円以上の利益が取れたというね奇跡の夢のね爆撃をかましたわけですよ。で私のその相場解説をじっと頑張ってねファンダメンタルの時にはあ本当に久保さんやらないんだっていう風に確認した方そしてファンダメンタルズも 積み重なっていうふうに、えー、私のね放送を受け止めてくださった方同じようにエントリーしてこの方たちはロットもちゃんと張れるようになって資金もしっかり入れてたんでまあそういうふうにね、えー、いけたと思いますけども、まあ、10円ベッドとか20円ベッドの方はねちょっとねそこまでいかないにもに1,000円ぐらいじゃないですか買ってたのは <laughs> そんな感じなんでやっぱりねあの 自分のロットを調整できたりとか、ベットする金額を数百円、数千円にできる、数万円、数十万円にできる、それによって利益もお狙い通り、何百万とかっていうのも狙えるし、損失を何十円に抑えることもできるみたいなね、そんなコントロールができる FX っていうのはやっぱりいいなと思いましたね。で、あとはこの FX をどうコンセプトにするかなんですけども、まあ、今までと一線を画すのは、元金は30万ですよと。その30万で 毎月毎月10%弱の利益を積み上げていって具体的には23万だけ儲けていって年間で30万ぐらいを作っていきましょうみたいなね、まあ、そんな講座は結構初級編としてできるんじゃないかなと思うんですよもちろんこれには基礎知識とかね専門用語が入ってるっていうのが前提ですけどもそれをやってない方はやっぱりあまりお勧めできませんけどももう普通にデモトレードはやってるよとか小学トレードはやってるよって方にじゃあ1つ目の目標として 年間で30万儲けてみませんかと狙ってみましょうって、うん、で今回みたいに1日で取れちゃったりするんでね30万とか言っても、うん、だから私のこの伝え方と私の力量をもしね信頼していただけるんだったら、うん、まあ一緒にやっていきましょうってことですよね、うん、まあでも私の日々の相場回数見ていただいてもこれは稼げるはずなんですけどねうん 本当に、なんかずーっと私と同じようにエントリーしても、なんかね、軽く見ても2、300万は年間で出るはずなんですよね。うん、はい、まあいいですよ。あの、これね、そっちの FX のコンテンツは、まあ4月の上旬とかになると思いますよ。といってももう3月も半ばなんで、2、3週が後ってとこかなと。うん、ちょっと待ってくださいね、まだね。はい、で、えっと、14日、月曜日は、 そのコンテンツのためにもちょっとメンテナンスをね私の体をしていこうようかと思います健康で長生きしないとねやっぱヤマト君ともまだ遊びたいですからね、はい、じゃあ今日は以上ですかねご連絡ありがとうございました